やれ。お前してよな、ビリー・シーみたいな高速トリプルフィンガーレストになりたいって。じゃあなんでそこのベースホコリかぶってんだよ。やれ。ベースが上手くなる方法は簡単だよ。弾きまくればいい。何日何ヶ月何年ベースを弾き続ければ嫌でも上手くなるさ。でも分かる、その続けるということが一番難しい。でもやれ。ベーシストとして食っていきたい、ベースで有名になりたい、そしてよな、なら誰よりもベースを弾いて、誰よりもあんたのベース音をこの世に発信しまくんなきゃいけないんじゃないのか。やれ。ライブで恥ずかしくて動けません。誰だって最初は恥ずかしいんだよ。俺だってな、今このちっちゃい部屋の中でたった一つのこのカメラに向かって叫んでんだよ。なぜか最初は確かに恥ずかしかった。でももう慣れた、なんとも思わない。動け。人間は何だってできる。あんたができないトリプルプル、ダブルプル、同一弦三連ロータリー、ボサンタッピング、全部できる。練習すれば何でもできる。やれ。